こんにちはシュタインバッハ大学の石川です2024年3月9日の未明アゾフ海のタガンログ湾に面したロシア連邦ロストフ州タガンログのベリエフ航空機工場に対してウクライナ軍はドローンで爆撃を行いましたロシア軍がいつものようにドローン全機撃墜を発表する一方で無人機の爆撃で相当の損害を負った。 という観測も出ています今日はこのことについてお話し,しますウクライナ軍が無人航空機で攻撃したのはアゾフ海のタガンログ湾に面したロストフ州タガンログのベリエフ航空機工場と航空基地などですロストフ州タガンログには 4km ほどの近い距離で2つの飛行場航空基地があります このうち、タガンログ湾に面した飛行場はベリエフ航空機工場の飛行場です。スペシャルヘルソンキャットによれば、ウクライナの最前線からタガンログのベリエフ航空機工場までは140キロメートルの距離だとしています。さほど遠くないだけに、ロシア軍も防空網を強化している地域だとされます。 この映像は2024年3月9日に SNS にアップされました。ロシア連邦ロストフ州タガンログでのロシア防空軍による対空砲火の映像だといいます。 この映像も3月9日に SNS にアップされましたドローンのエンジン音が空から聞こえてそれが突入して爆発音になります SNS にはロシアの地元住民がタガンログ上空で多数のドローンのエンジン音を聞いたという声や映像が挙げられています タガンログのベリエフ航空機工場は、主として飛行艇ベリエフ200を製造しているとされています。実際、Google Earth を見てみると、工場と格納庫の前には滑走路と海へとつながるスロープがあり、スロープ横には飛行艇ベリエフ200の姿も映っています。しかし、今回のウクライナ軍のドローン攻撃の主たる狙いは。 飛行艇ではありません Google Earth のこの2年半ほど前に撮影された衛星画像にはベリエフ航空機工場と格納庫前の滑走路のエプロンにロシア軍の早期警戒管制機 A-50 が中期しているのが映っていますウクライナのメディア24チャンネルによればタガンログのベリエフ航空機工場は 早期警戒管制機 A50 をはじめとしてイリューシン76イリューシン78ツポレフ95ツポレフ142などさまざまな爆撃機や軍用輸送機などをメンテナンス修理や一部製造も行ってきていたといいます。本チャンネルで先日お伝えしましまた通りロシア軍の早期警戒完成機 A-50 は 今年2024年1月と2月に計2機撃墜されていますウクライナ軍にとってロシアの航空優勢を支えてきた A-50 は最優先攻撃目標とされています今回のタガンログのベリエフ航空機工場攻撃は A-50 そのものと何よりもその修理拠点潰しが目的だったとみられます ロシア国防省の発表によれば47機のドローンが一晩でロシア国内上空で発見されすべて撃墜されたといつも通りの大本営発表を行いました一晩でロシアに飛んできた47機の内訳はその大部分の41機がロストフ州3機がボルゴグラード州2機はクルスク州 1>, 1機はベルゴロド州だとロシア国防省は発表しています攻撃目標を拡散させたのはおそらくはロシア防空軍をか乱させるためではないかと思われますロストフ州のワシリー・ゴルベフ知事はロストフ州タガンログへのドローン攻撃で死者は出ていないと発表していますロシア国防省は47機のドローンは全て破壊された と発表しましたがウクライナ・オデーサの地域軍事行政評議会のセルゲイ・ブラチュク氏はテレグラムで声明を発表しタガンログのベリエフ科学技術複合体すなわちベリエフ航空機工場への攻撃についてロシア連邦内への神風ドローンによる信じられないほど成功した作戦となったと述べました。 どちらの言い分がより正しいかはまだ裏が取れていません今日はここまでします最後までご視聴ありがとうございましたチャンネル登録といいねボタンもお願いいたしますそれではまた